あ、でも今度ね、ヨッサンとゲーしたいな、つって。ヨッサン俺んち来たい、つって。そう。おしゃなんか倉内さんとかギャンカス呼ぼうよっ、つって。なんかもう、なんか来週から G1 始まるって、なんかヨッサンから情報をもらってさ、まずいな、っていう。でもね、全然大丈夫だよ。なんか、あのー、ヨッサンとコラボしないのもヨッサンかわいそうだなって思ったら、なんかすげえ、ずーっと気にしてるみたいなもやっぱ森丼の,の。 うん。だって、ぶん殴られた方の予算なのに、まあ、まあ、オフレコだからキャラのこともあるし、あま言わない方がいいかもしれないけど、なんか、いろいろ、なんか、オフで話してたりすると、なんか、やっぱ一回ぐらい、なんか、ね、俺んとこでもコラボしないと、なんか、何でも何でも何でもずっと、思ってんだろうなと思って。一番面白かったのは、その、今日の麻雀の、 その放送前の打ち合わせする場所が地下のレストランで、その地下に降りるために、ヨッさんが、すごい苦しがってたところが面白かった。バリアフリーじゃねえのかよとか言いながら、杖つきながら一段ずつ降りてなんでこんなに優しくねえんだとか言って。<laughs> なんか、よちよちしながら階段降りたから、からそれを俺後ろからちゃ転げないかちょっと心配だったからさ、見ながらついてったんだけど、それが一番面白かった。<laughs> そ 面白いのが多分ポンスケからも酒ダメだよって言われてるはずなのになんかゴソゴソっとカバンの中からビニール袋出してきてその中から一缶お酒出して自分の飲んだなんかジュースか何かの後に残ったそのグラスと氷の中に、あのー、店の中なの,のに手持ちの酒をバンって入れていつの間にかスマートに飲んでたもん「一缶は大丈夫だろ」とか言いな「ダメだろ」って話なのに。 うん「俺読まないから」とか言って、うん「もう俺変わったからさ」って「まあ何年前だっけ俺の4年前だっけ?」とか言って「そう俺あの時と変わったからさ」っつって「もう俺暴れないから」とか「暴れないから」ってか昨日なんかキャッチに暴れてただろうと思ったけど俺暴れてたじゃんと「いやだからあれは違うから」とか言ってそう「俺はエンターテインメントだから」 本当だと思いながら顔真っ赤になってたけどね。でも、ヨッサン、フットワーク軽いよね。よちよちだけど。孤独なんだろうなと思って、孤独だよなーっていう話してた、ヨッサンと。ヨッサン孤独でしょって言ったら、孤独って言ったら、なんか俺らも孤独だよなーみたいな。配信終わった後孤独だよなーって言って、そう。で、最近ヨッサンどうなのファッチはって言ったら、えー、とか言って、いやバンされるんだよって。なんかしたのって言ったら、何もしてないんだって。どうしたんだって言ったら、いや、わかんねえけど、喋ってて酔っ払って眠くなったから、寝たら、 バーンされたっていうか、放送止められてたんだっつって。で、どういうことっつったら、あの、お休みになったため、放送停止させていただきましたっていう文面がメールで届いて、あの、放送落とされるらしいんだよ。ヨッサンが寝ると、危ないから。だから、ヨッサンはうとうとこうやって寝るだけで、ふわっちを止められるっていう。<laughs> めっちゃ面白いじゃんで、それ文面見せてよったら、めっちゃ雑な、ふわっち運営みたいな感じで書いてあって、一行だけ書いてあって、お休みになられたため、放送を停止しましたっていう。 一部しかないのバカろいじゃんみたいな。多分、予さんあれだよつって、怖がられてんだよって、ね、なんでって言ったら、でも寝たらまたね、バリボリがあるかもしれないし、つって。そう、放送でし、寝ると消灯設定で放送が落ちるっていう。持ってんな、帝王はつって、そんなの見たことねえよっていう話でさ、そう、だから最近はなんかツイキャス方が優しいんだよとかって、ふわっち厳しいからさ、 いううな話して,てだからねなんかねあの別に俺がぶっ飛ばしちゃったからとかそういうことじゃなくてねおっさんの顔を見てるとね楽しそうな笑顔の合間にね寂しさを見えるんだよね。そこの配信者やってる長年やってるおっさんたちにあるみんな持ってる孤独みたいなの。 うん。それはなんかさ、サイトが違えど、配信スタイルが違えど、同じ顔をするんだよね。ふとした時に見せる寂しさみたいな。その寂しさを埋めるために配信で暴れてみたり、なんかリスの金だっつって、わーって暴れてみんなの配当買ってみたり、女に逃げてみたり、いろいろやると思うんだけど。うん。なんかそれ感じるから、なんか最近だって俺も年重ねてみて、なんかちょっと仲良く喋れるんじゃないかっつって。でも、仲良く喋れるようにはなったけど、配信飲んだったら喧嘩するよねっつって。するするするって、俺だって石川と考え反対だもん、みたいな。俺は金だから よっさすがヨッサンだね。なんか話しながら。このままこれ放送した方がいいんじゃないのとか言いながらね。うん。まあ、そのまま麻雀の本ちゃんへと移行していくわけでございますけれども。そう。ただ、真っ先にその、俺の機嫌を察知してくれたのがヨッサンだったね。集合した後。ま、ヨッサンぐらいしか聞けないけど、石川どうしたのなんかテンション低いじゃん。元気ないのって言って。いや。ま、いろいろなんであんま寝てないからさ、つっ,ったらそうなんだ。寝てないんだったら、ま、しょうがないけどさ、っつって。そう。 合流した俺の、あのー、顔色をですねいち早く察知したのも吉さんだったかな。うん